こんばんは。9月23日水曜日のニュースをお伝えします。はじめに今日の主な内容です。中国東部江蘇省で豊作節にちなんだ祝賀イベントが開催され、現地の名物上海ガニが注目を集めました。北東アジア中医薬ヘルスケア産業博覧会が20日から22日まで吉林省の長春市で開催されました。番組の後半はトップハイライトのコーナーです。習近平国家主席は第75回国連総会の一般討論演説で談話を発表しました。3回目となる豊作節にあたり、習近平国家主席は全国の農家や農業関係者に祝賀と慰問のメッセージを送りました。以上が今日の主な内容です。はじめに、9月22日は中国で3回目となる豊作の祝日、豊作節にあたり、全国各地で祝賀イベントが開催されました。中国東部江蘇省の水郷、江夏市で開催されたイベントでは、上海ガニが注目を集めました。日本でも広く知られる上海ガニは、この季節を代表する味覚の一つで、江蘇省の水郷、江夏市は上海ガニの産地として有名です。国内市場で取り扱われる上海ガニのうち、8匹に1匹がここで取れたものと言われています。今年も大量ということで、漁獲量はおよそ6億匹に達したということです。第3回北東アジア中医薬ヘルスケア産業博覧会が20日から22日まで、中国東北部吉林省の長春市で開催されました。新型コロナウイルス感染症の治療で中医薬が大きな役割を果たしていることから、今回の博覧会はこれまで以上に注目を集めました。今回の博覧会では中国、日本、韓国、タイからさまざまな中医薬製品やヘルスケア製品が出展されました。また医療専門家が出演するオンラインイベントも開催され、およそ100万人がインターネットを通して視聴しました。続いてトップハイライトのコーナーです。習近平国家主席は22日第75回国連総会の一般討論演説で談話を発表し、中国は積極的に感染症との戦いにおける国際協力に身を投じ、世界の公衆衛生の安全を守るために力を貢献していきたい。新型コロナウイルスとの戦いで人類は必ず勝利すると示しました。その上で、いかなる国も他国の困難から利益を得たり、他国の動乱から安定を得ることはできない。世界は互いに閉鎖的で孤立した状態に戻ってはならない。人為的に切り離されるのはなおさらのことである。また経済のグローバル化による挑戦を回避することはできない。貧富の格差、発展のギャップなどの重大な問題に直面しなければならないと述べました。3回目となる豊作節にあたり、習近平国家主席は全国の農家や農業関係者に祝賀と慰問のメッセージを送りました。習主席は、今年の豊作達成は容易なことではなかった。新型コロナウイルスの突然の感染拡大、長江流域の深刻な洪水災害、東北地方の夏の干ばつ、相次いだ台風の襲来は食料と農業生産に試練をもたらした。全国の農家と社会末端の幹部は農業生産に努力し、経済社会の大局的安定の維持を力強く支えたと示しました。外交部の王文賓報道官は22日北京で、中国は各方面とともに北京冬季オリンピックが素晴らしい盛会となるようにしていきたいと述べました。IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長は21日、北京が歴史的な盛会を開催し、初めての
夏季と冬季のオリンピックの開催都市になることに期待していると話しました。これに対して王報道官は、北京冬季オリンピック組織委員会は IOC、IPC、国際パラリンピック委員会、国際冬季スポーツ団体連合などと緊密な連携を保ち、感染症による不利な影響を克服しながら、各準備活動を順調に秩序よく進めていると示しました。アメリカメディアは、ニューヨーク市の警察官、バイマダシ・アンワン氏が脅迫されて中国政府の代理人となり、現地のチベット族の様子を調べた疑いで21日に逮捕されたと報じています。これについて外交部の王文賓報道官は22日北京で、このようなアメリカの起訴は捏造であると指摘しました。王報道官は、起訴状にはらしいやかもしれないなどの憶測の言葉があふれ、明らかに濡れ衣を着せようとしている。アメリカが中国の駐米機関や関係者に汚名を着せようとする企みは決して成功することはないと強調しました。以上、今日のニュースをミンヒョがお伝えしました。